こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、紫の個性の方の帯締め帯揚げのコーディネートについてお伝えをいたします。この前の動画で帯締めのショッピングの動画をご紹介いたしましたが、そのような帯締めをどうやって選んでいただくかということを紫の個性の方に向けてお伝えをいたしますので、参考になさってください。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって、継続してご覧ください。さて、紫の個性の方、私代表しておりますね。で、そういう方が、このような濃い色、暗い色のお着物を着ることが増えると思うんですね、この季節は。そういう時にどういう帯締め帯揚げを選んだらいいかということを考えてみたいと思います。まずですね、紫の個性の方というのは全体を3色にしたらいいですね。色数が少なすぎては足りない、それから多すぎると賑やかになります。この3色というのが色だけではなくて柄も含みますので、柄が多かったらポイント数が上がるんです。3色と言いながら実は3ポイントという意味なので、そのようにお考えください。では今日の私の着物姿について考えてみましょう。今日はですね、久米島のかすりを着ています。黒と白は色数に入れないということなんですけれども、ちょっとこのかすり柄がありますので、ここで 0.8 ポイントぐらい着物ありますよね。そして紫で2色です。で、そして次に茶色が入っていますの で茶色も1色ではなくて色が違うんですね。この色が違うってことが重要で、もしここが1色だったら着物と紫の無地に対して、茶色い1色だったらもっとシンプルになるので変化が生まれにくいですね。ですからここで色が違っているので 0.8、1、1.8 に対してこの茶色で 1.2 ぐらいなので、ちょうど3ポイントになっているんです。ですから3ポイントでまとめた着姿ということになります。もしですね、帯が白い帯だったらどうなるかですね。もし白い帯だったら、この 0.8 に対して白が色がないですよね。ですからここで 2.2 ポイント持ってこなくちゃいけないんですよ。 2.2 ポイントいるんです。ですから帯締めと帯揚げが大変です。例えばこういう無地のものだったら色数足りないんですよ。これコピー用紙ですけど、白い帯だとしますね。そこにこれだと色数足りないんです。足りないんです、紫の個性の方には。ですからこの帯締めで2色、そして帯揚げで違う色にしないと色数足りないですよね。例えばですよ、これ緑と赤、緑と赤が入ってますね。緑と赤だから2色なので、この2色を持ってきたら、持ってきたら、あ、さっきよりずっといいですよね。さっきよりずっといいですね。そしてじゃあここに使う帯揚げどうしますか。帯揚げは本来だったらこの緑とかこの赤を使いたいんですね。でもそうすると色数が足りないので、同じ色ではない緑を持ってくるというようなまとめ方だったら全体で3色になるんです。違う色でもいいですよ。例えば黄色とかでもいいんですけど、あんまり色が離れすぎてしまうと調和という点で難しくなるので、この緑が入った別の色とか赤が入った別の色でもいいですよ。例えばですね、この緑に合わせる緑だと、この緑は色が近いですよね。本当に大人しすぎちゃうんです。お分かりいただけますか。色数足りないんですよ、大人しすぎて着姿が暗くなりますよね。ですからそうではなくて、もう少し違う、この黄緑は少し色が違いますね。少し色が違うので、この黄緑を持ってきてこうするとか、そうすると華やかになって色数も増えましたね。とかこの緑、この緑やっぱりちょっと似てますね。似てますけれども全く同じよりはいいですね。という風にして色数を増やしていくんですね。色数を増やします。紫の場合は 1,2,3 色だったんで良かったんですね。という風にして色数は調整していく。色数ということもありますし、色味ということもありますよね。例えば今日のこの
久米島の黒色の着物と紫ではおとなしいんですね。暗いので明るくしたい、明るくしたいけど赤とかピンクだと色が吸収されてしまう。例えばこの園児とか持ってきてもあんまり冴えないですよね。園児って案外難しくて、園児をよく使われる方って結構いらっしゃるんですけども、効果的に使っていただかないとちょっと下品になることがあるので、それよりは茶色の方が、ここに茶色がありますし、これがちょっとイエローみがありますから、この茶色と茶色が合いますよね、ということで使っています。もし他の色を使うんでしたら、例えばこの黄色、この辺の色使いになってきますと、ここだけではなくて日差しとか季節感とかとの調和っていうのもあるんですね。今日は10月末で昼間のお天気は良かったんですけど寒かったんですね。ですからこの茶色、冬に使う茶色を使ってちょうどいいコーディネートだと思います。そして着物が無地なので柄のある長襦袢を着ています。はい、チラッと見えるっていう、ここが白だったらつまらないですよね。チラッと見せるっていう。この黄色でもいいんですけれども、黄色だときっぱりした爽やかさが少しあるので、それよりは冬のもっこり感の方が冬らしさとか季節感に合うでしょうと思います。でも色味としては合いますよね。これにしたらここはやっぱり黄色かな。黄色でいいですよね。帯締めて2色白と黄色ですし、ここで黄色を持ってきたらそれはそれでいいと思いますね。黄色です。黄色の帯揚げと黄色ですね。このようにしていますと紫に合う色はピンク系なんですけども、それを無視してやってますよね。でもそれで全体が合えばいいわけですね。これでもいいと思いますよ。それから黄色じゃなくってこんな黄緑ですね。黄緑の帯揚げを使うということもありだと思います。ちょっと黄緑でここが黄色、これでもいいですよね。じゃあ他の色はどうですか。私はこの着物とこの帯だったらいろんな帯締めと帯揚げを使います。いろんなというのは色味がいろいろ使えるということで、赤っぽいのも黄色っぽいのも緑っぽいものも茶色も使います。例えばこれですね。このオレンジ、はっきりしたオレンジですよね。冬にはお着物が暗くなる、それから帯も暗くなったりするので、それらが暗いとよりはっきりした明るさが必要になるんですね。よりはっきりした明るさってどんな色ですかっていうと、こんな色、こんなはっきりした色の方が冬の暗さに対してマッチするので、こういう使い方もします。これにするときは帯揚げはこれを使います。ということで、だいたい帯締めと帯揚げは私は合うものを用意していますので、この帯締めに対してはこの帯揚げがいつも大活躍するということが多いですね。ということで、帯締めと帯揚げの選び方の復習をいたしますと、暗いお着物の時に白っぽい帯だったら、紫の個性の方は3色なので、帯締めと帯揚げで色数を3色にしてください。はい、そのためには1色の無地ではダメです。ここで2色ぐらいあって、帯揚げも色を少し変えた方がいいですよ。そしてもし帯に色が入っていたら、帯の色が1ポイントになってくれるので、帯締め帯揚げのコーディネートが楽です。だから帯締めと帯揚げの色を同じにしても大丈夫ですし、選択肢の幅が広がりますよ、ということを今日はお伝えいたします。帯締めと帯揚げのコーディネートでわからないことがあればまたご質問ください。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。